はい、どうもポルクです。さあ、ご報告があります。ですね、プレイポイントが貯まると、プレインポイントが貯まるとコンティニュー回数が増えるんですけど、その、プレイポイントが貯まって、貯まる、ちょっと待って、日本語が苦手みたいなって。よいしょ。プレインポイントが貯まることによって増えるコンティニュー回数がですね、なんと、無限になりました。はい。ということで、急にヌルゲーになってしまいました。はい。そういうことで、はい、なんと、難なくこのステージもクリアしてね。さあ、ゲームオーバーがなくなったので、無限に行けるようになりましたので、ね。緊張感も何もあったもんじゃねえという感じなんですけど、何ですかこのボーナスフロアは。バナナが、逃げていく。ここ飛んで。何これ、どこ行ったバナナ行っちゃう。ちょっと待って、追いつけなくないこれ。どっか行った。あ、もうゴールするしかない感じかな。何これ。あー、来た。新しいエリア。何この雨の降った感じ。すごいとこ来たみたいな。すごいとこ来たみたいになってる。これ中級にあったステージの難しいバージョン。真ん中が抜けてる。あー、難しい。これ一発で左ゴール狙いに行った方がいいかな。はい、こんな感じでね、いくらでもコンティニューできるようになったので、もう最後まで行きます。いきなり左行って、よし、これで簡単。これでいけるやん。なんかゴールがトゲトゲになってすげえかっこいいし、なんか、うわ、なんじゃこれ。え、マジ？ちょっと待って、どのゴール入ればいい？ちょっと待って。ワープしたくないから、動画的には問題で。ちょっと待って、いきなり落ちちゃった。普通に行けるはず。いや、点でしか繋がってないステージはやったから一回ね、あそこあったやん。27ぐらいのところ。その要領。ちょっと待って。左側やね。よし、青を目指しますからね、ちゃんと青を目指す、ね。はい。ラインを合わす。まっすぐ行く。ちょっとバランス整えて。もうゴール目の前。はい、一個進んで。あ、これゆっくり。あ、どうやってゴールするのこれ。ゴール行けるか。あそこに乗って、はい、じゃ次こっち乗って、あ、もうこのまま行こう。はい、オッケー、ゴール。よーし。いや、そんな難しくない。なんやこれは。あ、なんか、あ、ぐるぐる回ってるだけ。あ、これ簡単じゃね？いや、こんなに難しくなさそう。時間も60秒あるし。あ、離れてるのか。繋がってないんか。勢いつけなあかんな。降りてきたところに勢いつけて乗る。あー、勢いつけすぎたら落ちるのか。ちょうどいい勢いつけて。あー、バーン。難しいな。もう無限コンティニューやからもう最後までは絶対いける。まさかそんな急にヌルゲーになるとは思わないかと。緊張感が全然違うからね。よし、あ、ちょっと待って、早く行き過ぎた。距離感を掴んで、ここ。おー、はい、ここ。右側の、何くるくる回る、棒があるじゃないですか。棒。先についてる板じゃなくって、回してる棒みたいな。回してるやつみたいな。あれ、あそこに乗ろうと思ったんですけど、まあさすがに無理かな。さあ、繋がってるよ。一回待てば繋がるんか。なるほどね。あ、じゃあ一発目で乗った方がいいんか、これ。あ、違う、そうじゃない。一回来て待って、これ待って、これを待ちます。で、これに乗りますよ。これなら簡単に乗れる。ほら、繋がっても、誰がミスるんですか。ただ、向こうに繋がらんとかありそうやな。でも、向こう側は足場がまあ、そんな短くないから。ほっ。いけるよね。オッケー、行きまーす。これ、雨で滑りやすいとかある。あ、もう早っ。滑りやすいとかはないかもしれん。ちょ、何これ。変な動き。動きがわからん。今度はあれか。なるほどね。わかった。今度は回ってるわけじゃなくて、交互。よし、乗っかった。ダメ！止めればいい。で、こっちは、今度降りた時の方が乗りやすいかな。で、このまま、これ上上がるから、このまま上がる。いけ。あ、無理か。勢いでは無理か。ちゃんと乗りづらなあかんねんな。降りた時の方が乗れる。簡単に。これ真下まで行くんか。
真下まで行ってしまうと困るので、あーちょっと待って、違う、ほっ、ダメ、ちょっともう初めに簡単じゃないとか言ってた自分をちょっとひねりつぶしてやりたいですね。よいしょっと、はい止まる、でこれ来て乗ります。でこれが難しい、こっからが難しい、これなんか変な関節ついてるしな、ここ、あー違うか、ヒュッと、あーちょっと待って、静かに待って、静かに待って、静かに待って、で戻りかけで乗る、戻りかけ、あー距離感を覚えるだけ、距離感を覚えるだけ、一回待つ、一回を静かに待つ、一回静かに待つ、で戻りかけでダイブ行く、オッケー、これ、あーっと、はい、で余裕で乗りまして、余裕で乗りまして、余裕の乗車、リフトに余裕で乗車します。余裕のリフト乗車からのちょっと余裕持ちの、ちょっと余裕持ちジャンプ降り、 OK でこれ降りてくるから、このタイミングでなんかちょうどで、ここで乗って、で一旦静かに待ちます、一旦静かに待ちます、一旦静かに待ちます、はい、で動き始めたら、動き始めたら結構いく、結構いく、あーはっ、あーしゃ、ゴール、 OK、 あそこもう倒しっぱなしでいいね、ちょうど壁が出てくるから、さあ上はこう、うわな、球体になってますけれども、この緑の安全ゾーンを渡りたいね、この緑の安全、安全、安全、多分この緑のところにいればなんとかなる、あで時間が結構ない、時間が結構ない、急がなければならない、あーあ、あ、安全ゾーン、安全ゾーン、安全ゾーンをキープして、安全ゾーンをキープして、安全ゾーン、あ向こうか、まだ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 あんのか、あ時間が結構ない、時間が結構ない、時間が結構ない、あいける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 、ここはいける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 、はい、オッケー、一発クリアー、一発クリアー、安全ゾーンキープすればいいだけ。さあここはなんだ、45か、回転、回転してここに挟まるということですか、ちょうど挟まって、挟まって、挟まって、いけました、はい、いけました、挟まれるとこまで、また挟まれる、挟まれる、挟まれたら、挟まれたらこのまま勢いでいってほしい、あーちょっと待って、ちょっと待って、勢いが足りなさすぎる、足りない、はい、ここぐらいでいく、ここ初めの方は簡単、あー勢いを持って、勢いを持って、お、いい感じ、いい感じ、いい感じ、いけるんじゃない、いけるんじゃない、いける、いける、いける、無理、いや、いけた、ギリギリいけた、いけましたよ、さあクリア、あーなんだここは、傾きがどんどんきつくなっていくんですね、傾きがどんどんきつくなっていく、初めはまあ傾いてないですね、ほとんどね、でちょっと傾いてて、まあ、これぐらいならまだなんとかなるかな、ちょっと一回アンチ、一回アンチ、一回アンチ、さあ、勢い大事かな、時間ないな、勢い大事、勢い大事、あもうこのビューッといこう、ビューッといこう、ビューッといこう、はい、ビューッといこう、ビューッといこう、あー無理か、やはりね調子に乗ると失敗するゲームですねこれね、まあ、この辺は余裕、この辺は余裕、この辺は余裕、このままビューッと行きたいけども、あーちょっと待って、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 もう一回勢いつけよう、一回勢いつけよう、あー無理か、あーやっぱこのゲームにおける最大の敵は傾斜やな、傾斜、細い道とかじゃなくて傾斜が一番きつい、傾斜ゲーが一番きつい、さあもうしっかり勢いがいる、しっかり勢い、あーっとここが最後で、あそこ登ったら終わりかな、あ登れない、勢いをつけて登りたい、登りたい、登ってよし、いける、よーし、ゴール、奥んとこ、あさらに奥に緑ゴールあるな、なるほど、ここは何ですか、え、ここ簡単そう、段差を登っていくゲー、段差を登っていくゲー、段差を登、あ簡単、え簡単すぎ、え簡単すぎ、ええ、何ですか、簡単すぎて、急に簡単、心のブレイクポイントですかね、さあここはうにょうにょしてるね、あー難しそう、難しそう、うにょうにょしてるから勢いが大事だけど、勢いつけすぎたらこうやって落ちる、なるほど、この壁を飛び越えてゴールしたい、それは無理、あ結構ゆっくりでもいけるんじゃんこれ、結構、あ結構、結構、あ結構ゆっくり、え、あーむずいね、あちょうどいい、あの感覚を、ちょうどいい勢いの感覚を身につけるステージだねここね、はい、ちょうどよく、いやあんまそんな、そんな行かなくても、あー行きすぎ、さあシュッシュッとシュッとシュッと、オッケー、この、この感覚を、あでも時間がない、シュッとシュッとシュッと、オッケー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 、きつい、相当きついよこれ、時間がだって60秒ステージならまだね、のんびりやっていけばいけそうな気はするんですけども、30秒しかないっていうのがね、こう人の心を焦らせてね、操作をミスを誘発するんですね、よいしょ、感覚が分かってきた、あーもう分かってないやん全然、ヒュイッとヒュイッと、あーこれけこれ結構むずい、よいしょ、はいこの感じ、ちょっと奥目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 、オッケーオッケー、
あ、なんかうねり方がちょっと違う。うん、奥目奥目、あ、そうか、奥目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 、あ、やべやべ、あ、ここで半分、ここで時間が半分。奥目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 意識、奥目意識、奥目意識、あー、ちょっともう目前まで来てたのに。奥目っていうのはね、あの傾いてるとこのてっぺんぐらいを目指す感じで、ゆっくりゆっくりてっぺん目指す感じ。あっ、うんち、傾いてる傾斜の最大の位置を目指して、ちょっとスティックターンを傾けながら、あとはバランス調整はうまいこと。奥目意識、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  OK。 あ、もういける、もういける、もういける。奥目意識、ゆっくり、奥目意識、はい、ゆっくりゆっくり、ハリアップなんてごまかされたらダメ。あ、またそこで落ちる。奥目、よし、 OK。 奥目を意識、奥目を意識、この感じ、この感じ、おーい、奥目を意識する、この感じね。はい、素晴らしい。奥目を意識、ぐーっと、ま、耐えて耐えて、奥目意識、奥目意識、 OK。 耐えて、奥目意識、はい、ここ耐える、 OK。 もういけた、よし、 OK です。もうね、下から見たらすごい簡単に見えんだけど、あ、これ絶対バンパー動くやろ、こんな簡単なはずな、ほら。あ、ゴールがでも来てくれる、ゴールが来てくれる、ここで、あはは、はじかれた。ゴールだけ、ゴールだけ目指そう、ゴールだけ目指そう。はい、来て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 、ここ、あー、全然ダメ。あ、ちょっと一回見てみようか、一回見てみよう、一回見る、黙って見る、黙ってみます。ここ、あー、あ、追いかけて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 、いけるいけるいける、 OK。 いや、か、追いかけた方が簡単。おお、フロア50、さ、これファイナルフロアか、もう来た、やった、おーし、おーし、おーし、いや、なんか展開図みたいなね、展開図みたいな、多分ここ先に乗る、あー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 、むずっ、初めは何もできない、初めは何もできない、トゥン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 、ここ、よし、入って、追いかけて追いかけて追いかけて、あー、むずいむずい、あ、もう追いかける、追いかけるゲーや、ここ、もう完全に追いかけるゲー、はいはいはい、追いかけて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 、ああ、戻る戻る戻る、あ、戻りながらのゴール、戻りな、も戻りながらのゴール、戻りながらのゴール、おー、すごい、よー、あー、最後までいけた。まあ、もうこれはもう無限コンティニューのおかげですね、完全に。もうプレゼントするものはないでちゅ、うん、もうコンティニュー回数も無限になってしまいましたしね、うん。これからはワンプレイでプレインポイントをいくつゲットするかにかれん、チャレンジでちゅ。あー、このエンディング初めて見るな。また空からバナナ降ってきてる。なんかやってくれる？あ、なんかできてる。何これ、これ何？バナナキャンプファイヤー的な、なんかドアが開いて、新たな世界へ、バナナの世界、あ、なんかこれ飛ぶ、もしかして、バナナロケットみたいな、バナナロケット的な、あ、ちょっとゴリラ入れてあげて、ちょっとかわいそう。あ、怖い怖い、壊す壊す、壊してもらって、いや、入れてあげてよ、いや、壊すから、入れてあげて、ああ、あ、バナナロケットが、え、ロケットかなんか知らんけど、何してんねん、ゴリラがかわいそうなだけ、なんか食べてるし、ちょっとやばくない、これやばい、え、大丈夫、これ子供用ゲーム大丈夫、はい、てな感じで、てな感じで、とりあえず上級全ステージクリアを、まあ達成しました。まあ無限コンティニューのおかげ、完全に。さあ、まあプレイポイントをいくら貯めるかにチャレンジするでちゅって言われたけど、まあ、あの、エクストラステージ出したいですよね。もちろん、次はね。あ、ちょっとここ広い。ぶつかりすぎ。日本にやと思った。うん、エキストラステージを出すことを目標にしましょう。で、この上級は、ノーミスクリアじゃなくて、ノーコンクリア、あの、ノーコンティニュークリアで、あの、エキストラが出るらしいので、まあ、ノーコンティニュー目指して頑張りたいですね。ということで、次はですね、ノーコンクリア達成まで、モンキーボールの動画はないですけれども、まあ、それまでお待ちいただければと思います。まあ、見てる人がどんくらいいるのか知りませんけども、まあ、自己満足でね、うん、まあ、エキストラ出るまで、頑張りたいと思います。それでは今回はここで動画終わりたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。